皆さんこんにちは、みらいです。今日は初めて一人でお出かけした時の Vlog です。今日は中山駅ジョンさんに来ました。駅を出たらすぐに三越があって、そこで期間限定で日本展が開催されていたので行ってきました。すごい賑わってます。行く気はなかったけど来ちゃいました。これは何だろう、何だろう、これ分からない。お酒とか、これは湯飲みがいっぱい、湯飲み、急須がいっぱいあって、おいしそう、ホタテおいしそう。こっちにもいっぱい串揚げもある。焼き鳥焼いてます。あ、これおいしそう。焼きそば食べたい。おいしそう。何か食べようかな。日本店行ってきたんですけど、なんかあまりすごい人が多くて買える勇気が出なくて、買えずに出てきちゃいました。で、今から一番の目的であるダイソーに行きたいと思います。はい、ダイソー見えてきた。道の反対側にあります。行ってきます。あそこがダイソーです。ダイソージャパン。私の番号は5番です。来るでしょうか。ここで多分、私はタピオカミルクティーを指差しで頼みました。合ってるかな。氷少なめで、紅茶、タピオカミルクティー頼みましたけど、めちゃめちゃ大きい。頼めたのでしょうか。なんかすごいタピオカはめっちゃ美味しい。多分今までで食べた中でタピオカはめっちゃ美味しいんですけど、苦い、ミルクティーが苦い味がします。甘さ 50% を頼んだんですけど、それだからかな、それか違うミルクティーを頼んじゃったからなのか、すごいなんか苦いです。でもタピオカがめちゃくちゃ美味しい。なんか甘さを多くしてまた今度飲みたいです。これは美味しいです。はい、今夜市に来たんですけど、5時前に来たらお店がなんか今すごい準備してる感じで、あんまりやってないから、あと私が夜市で欲しかったのが、このなんか飲み物を入れる、なんていうの、なんか手提げみたいなボトルケースみたいなやつ、それは欲しかったんですけど、ここの夜市はこう見た感じ食べ物屋さんしか多分ないから、食べ物は食べないと思います。なんでかというと、ダイソーの近くにサイゼリアを見つけたんですよ私。だからそのサイゼリアをどうしても食べたい考えになったので、夜市では物を食べずにとりあえず戻りたいと思います。すごいみんな準備してます。なんかゲーム、風船を割るゲームとかもあるみたいです。ここから、この夜市は、あれも風船の割る
高山駅から一番近い夜市です。はい、今からサイゼリヤ、サイゼリヤに行きます。楽しみ。すごい広くて綺麗なサイゼリヤです。私はここの席に案内されました。メニューがなんかほぼ日本と同じ感じがする。これこういうの見たことない気がする。シーザーサラダ、なんだろう。あ、ここら辺一緒ですね。注文できました。私はこれ、海鮮スパゲティみたいなのと、これが680円。これとこれは日本ではないから、日本にはないメニューだったので頼んでみました。これは日本にあって、前食べたこと日本にある。あとこのシーザーサラダ、シーザーサラダも頼んでみました。え、待って、これ待って待って、ミニ頼んでない。ミニだよね、ミニで、これがミラノ風ドリアだと思うんですけど、これはこっちだと540円ぐらい、日本だと多分300円ぐらい、だから200ちょいぐらい高いぐらいで、そんなには高くないです。で、多分水は自分で持ってくる方式なのかな。あと注文はこれからできたんですけど、私は分からなかったので、ピンポンあったのでピンポンで呼びました。シーザーサラダです。このドレッシングは日本の日本のサイゼと変わらないと思います。サイゼのドレッシングですよね、これって。じゃーん、来ました。これが海鮮麺みたいな海鮮パスタです。美味しそう、すごい美味しそう。2つ頼んで190だったので、だいたい870円ぐらいです。頑張って一人でお会計してきます。ちょっと心配です。今日は初めての一人でお出かけ、すごい不安もあったけど楽しかったです。次はどこ行こうかな。最後まで見てくれてありがとう。またね、バイバーイ。